結婚？誰と誰が？俺と彼女。彼女って？しばらく働く気もないならどうだい、うち来ないか。家賃やら光熱費やらバカにならないだろう。うちなら全部タダだよ。バカ子ちゃん、カビ臭い。雨上がりの朝のようにしっとりしてるとか言ってほしいな。君、本は読まないの？こんばんは、森崎さん。どうす、ともちゃん。美味しい。ぜひ神保町の生活を楽しんでよ。本屋だけで170軒以上、世界一の書店街なんだ。ある古本屋さんの言葉にね、価値のあるものを買うのではなく、自分で価値を作れる人間は強い。私もそういう風になりたいからさ。私、今時間を無駄にしてんのかな。ここに来る前に一体何があったんだよ。なかったことにならないかなって。読んで思った値段つけて。でもいいの？いいよ。あ、今一休みだ。みんなそれぞれいろいろあっていいんだなって。あの、